国家情報長官室の文章アメリカ合衆国国家情報長官はアメリカ合衆国連邦政府において情報機関を通する閣僚級の高官である。インテリジェンスコミュニティを統括しアメリカ合衆国連邦政府の16の情報機関の人事、予算を統括する権限を持つ。以前は CIA 長官が中央情報長官を兼ね、 インテリジェンスコミュニティ全体の統括も行っていた。しかし、中央情報長官は CIA の長官でもあるため、自分の統括する組織である CIA の指揮に集中してしまったり、情報活動の8割以上を行っている、国防総省との対立が原因で、インテリジェンスコミュニティの指揮や調整の役割を果たしていなかった。2001年の同時多発テロを防げなかった一因には、 情報機関の連携不足が指摘されている。そこで2004年に情報改革とテロ予防法により国家安全保障法が改正され国家情報長官が設置され副長官には国防総省の情報活動を重視する当時のジョージ・ W ・ブッシュ政権の意向を受けて NSA 長官だったマイケル・ヘイデンが就任した。国家情報長官は インテリジェンスコミュニティの指揮に専念することになり、CIA 長官は中央情報長官から CIA 専属の長官となった。国家情報長官は大統領と国家安全保障会議の情報顧問であり、インテリジェンスコミュニティと国家テロ対策センターを統括する。連邦政府の16の情報機関の人事と予算を統括する権限がある。しかし、 各情報機関への指揮権は不明である。毎朝、情報機関が収集した情報をまとめた、機密文書大統領日報を大統領に報告する。この大統領日報は、大統領と大統領が承認した人物のみ、閲覧できる。ありがとうございます。